HKT48 麹名結衣が向かったのは、福岡から飛行機でおよそ1時間の離島、屋久島。世界遺産にも登録された自然豊かな島は、東洋のガラパゴスと呼ばれるほど。綺麗。彼女のミッションは屋久杉をくぐること。樹齢7000年以上の縄文杉にハート型の切り株。屋久杉はいっぱいあるけど、くぐるってどういうこと？まあいっか。楽勝モードで縄文杉へ向かおうとした麹名でしたが、往復8時間以上？これじゃ帰りの飛行機に間に合わない。落ち込む麹名と、そこに、屋久杉探してんすか？はい。この道じゃなくても見る方法があるんですか？あるよ。教えてもらったのは屋久杉ランド。よろしくお願いします。可愛い名前とは裏腹に、その中は、うわー、大きい。樹齢1000年を超えた屋久杉の数々。園内には初心者にも回りやすいコースを含む全4ルートがあるんです。屋久杉って言ってもいろんな形があるんですね。他の木とくっついたり、切り株の上に2本の杉が成長したり、屋久杉の特徴がほとんど見れるんだよ。へえ。そして屋久杉の宝庫の最後には、あー、くっついてる。ここをくぐればゴールだよ。やっぱ自然ってすごいな。自然の神秘を体感した麹名でした。